本日は国立上派研究所主催フォーラム NII リサーチデータクラウドとは何かにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます国立上派研究所学術コンテンツ課の吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 えー、それでは、えー、続きまして、このまま開会挨拶と、えー、その後事務連絡を、えー、いくつかさせていただきますが、えー、NI リサーチデータクラウド、えーと、聞かれた、名前を聞かれた方も、えー、といらっしゃるかもしれないし、聞かれてない方もいらっしゃるかもしれませんが、これ、えー、NII が、えー、開発した研究データ基盤としてですね、2021年から運用を務めて、えー、運用を始めております。 ただ、これ、実際これでですね、何ができるのかと、研究データ基盤といって、どんなことが、に役に立つのか、どんなところに、どんなことに、が良いのか、良くなるのか、といったところが、まあ、ほとんど多分知られていない状況だろうということで、今回、このフォーラムではですね、そういったあたりの理解を進めるべく、まず、 このあと NI リサーチデータクラウド NIRDC とも言ったりしますけれども NIRDC を構成している3つの基本基盤の開発に携わっている研究者国立和研究所の研究者からで、ね、それぞれの基盤について話をしてもらいその後ステークホルダーである大学図書館会の3人の大学図書館職員の方々にご参加いただいてパネルディスカッションを行うと。 そういういななみ方になっております本フォーラムがですね NI リサーチデータクラウドとは何かその理解の一助になることを期待するとともにその延長線上として大学図書館は NI リサーチデータクラウドに何を求めるのか何を期待しているのかを考えていくことにも結びつけることができればと考えております。 本日は1時間20分弱、1時間10分ぐらいですかね。2時間弱ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。実はですね、 今、私、あの、NIA のスタジオの中にいるんですけれども、目の前に、あの、照明のライトがいっぱいあって、これ眩しくてですね、えー、私のこう目つきが悪くなったり、カメラ目線でないのは、そういう眩しくて目線を逸らしているという理由ですので、えー、別に対があるわけではないということも、ちょっと申し添えたいと思います。 まあ、あと,、えー、と本日はですね、まあ、いろんな立場の方,の、えー、方が、えーえー、登壇されますけれどもあのもうざっくばらんにですね、えー、とフラットな、えー、会話を、まあ、楽しみたいと思いますので、えー、皆さんさん付けでい、えー、くというふうにしたいと思います。